様々な品が無造作に置かれるバッタ屋の店頭バッタ、門とは、正規の流通ルートで仕入れたものではない正規品、あるいは、偽物の商品のこと。元来、バッタ門には、偽物の商品という意味はなかった。商品自体は、正規品であるが、期限切れもしくは期限切れ間近の商品、仕様に、支障はないが包装の外観が劣化した、B 級品や棚崩れ品、 企業倒産により流れる倒産品など、正規の流通ルートでは売りさばきにくい商品が多く、格安で売られることが多い。主に近畿地方で言われる。関西以外の地方ではバッタ品という。この場合の門とは物のことを指す。販売者、製造者が安売りを意図して特別な販売方法を取る場合はバッタ門とは呼ばない。 特別な日だけに放出する、クリアランスセール、バーゲンや別の場所や通販で販売する、アウトレットなどと呼ばれる。現在では、偽物の商品も、バッタモンと呼ばれる。なお、近畿地方では、偽物の商品を、パチモン、あるいは、パッチモンとも呼ぶ。もともとは、小道具などを売買する商人の隠語だったと言われる。バッタの語源はいくつかの説がある。不況などで、 バタバタと倒産した商店の物品を一括で大量に安く買う業者をバッタヤと言い、その商品を売ることからバッタモンというようになった。バナナ売りなどの露店商がハリセンで商番をバシバシと叩く疑音から、道端で拾ってきたようなものを売ることから、行き当たりばったり、あるいは場当たり的に生きている人が手に入れてきたものを安く売ることから、 バタバタと勢いよく落ちる様子を、バッタ、バッタリと言い、その議題語から。戦後、昆虫のバッタのようにあちこちに店を移転する、もしくは商品を、他の店へ、次々と移動させる様から、倒産品等を扱うお店を、バッタ屋と呼び、そのお店が扱う商品だから、バッタモンと呼ぶ。デジタル大事戦、バッタものから言バンク。2019年9月4日ズラン。 2020年11月7日放映の NHK 土曜スタジオパークにおいて古立一郎が日本人のお名前で濃厚な説として説明したとして紹介している。ありがとうございます。